皆さんおはようございます。あ、おはようございます。さあ、今年も開催されます岩手八幡平ダイナマイトザファイナル、本日司会進行を務めますフジポンと申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、この岩手八幡平ダイナマイトザファイナルなんですけれども、開催に先立ちまして主催者2名よりご挨拶を申し上げます。はじめに八幡平市観光イベント実行委員会副会長であり、八幡平市商工会の会長でいらっしゃいます高橋富一よりご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。ようこそ八幡平市へおいでになりました。本日は八幡平大集合フェスタということで、この八幡平ダイナマイト今年で10回目となります。今日はこのように素晴らしい天気に恵まれました。本日は一日楽しんでいただきたいと思います。ありがとうございます。続きまして、八幡平市商工会青年部部長遠藤忠俊よりご来場の皆様に一言ご挨拶を申し上げます。はい、皆さんおはようございます。おはようございます。今日はご来場いただきましてありがとうございます。バイオリンは、はい、関係ございません。はい、今日もですね、全国各地からローカルヒーローとですね、ゆるキャラたちが集まってますが、八幡平ダイナマイト今年でファイナルとなります。まあ、10回目を飾るんですが、みんなで一生懸命ですね、10回目最後を飾るのにふさわしいようにですね、そう、頑張るつもりでありますので、今日も一日、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。それではこの後ですね、遠藤部長には進行のお手伝いもしていただきますので、よろしくお願いします。ね、バイオリンは全く特に意味はなかったということでね、何かを意識してらっしゃるわけでもないということで、皆さんその辺よろしくお願いいたします。それでは早速ですね、今日八幡平に集合してくれたヒーローたちご紹介していきましょう。まずは茨城県つくば市、そして北海道札幌市から武神ソーランドラゴン、かっこいい。続いて奥州市江差市から豪炎人百獅海山、西和賀町からご奉神西和賀。さあ、声援が飛んでいます。そして群馬県から超速戦士 G5、 そして岩手県からは鉄人ガンライザーゼロ。ガンライザーマックス、謎の女ガンライザー、謎です。そして八幡平市が誇るご当地ヒーロー、ガンジゴシン八幡平。さあ、ヒーローがね、登場してくれました。そしてですね、今日はヒーローと一緒に会場を盛り上げてくれるご当地キャラも来てくれています。ご紹介しましょう。岩手県二戸市から亀丸くん、座敷わらしの亀丸くんです。そして岩手県からそばっち、ワンコ兄弟のそばっちが来てくれてますよ。はい、ワンコ兄弟だよ。そして秋田県からもね、来てくれています。鹿角市からタンポコマチちゃん、美しい秋田美人ですね。そして岩手県滝沢市からチャグポン、あ、チャグチャグ聞こえるね、鈴の音がチャグチャグしております。そして地元八幡平市からアリンちゃん、
このメンバーでステージを盛り上げていきますよ。ヒーロー大集合してくれました。皆さんね、今日はどうぞ最後までステージも楽しんでいってください。それでは部長から開催宣言をしていただきたいと思います。はい、最後ですんで、毎年恒例の八幡隊ダイナマイトっていうのをこう皆さんやると思うんですけど、今年は私がファイナルと言いましたら、皆さんダイナマイトで、はい、ファイナルダイナマイトで、ファイナルダイナマイトで今年は掛け声をね、かけていきましょう。はい、今日一日頑張るぞ、ファイナルダイナマイト。ありがとうございます。さあ、いよいよ開会です。この後もぜひね、皆さん楽しんでいってください。それではヒーロー、そしてね、ご当地キャラの皆さんは一度ステージから降りてください。また登場しますのでね、楽しみにしててくださいね。